はい、おはようございます、ね、ファミリーマートさんによりましてね、コーヒーを買いまして、ファミリーマートがなんでローソンのカップなんだっていう話なんですけど、これ毎度のことでですね、下にミニストップなどが入ってましてですね、さらにこの下に、さっき買った、ファミリーマートさんのコップが入ってるわけですね。保温性バッチリですね。別に買う気なかったんですけども、衝動的にね、買ってしまったの、ここのね、四川風麻婆まんっていうのがあって、去年、形がなんか変わりましたね。ちょっとね、値段高いんですけどね。これがね、すごく辛くて、美味しいはずなんですよ。かまったからわからないんですけど。はい。これがね、ちょっと目に飛び込んでしまって、つい衝動買いしてしまって、はい。これを食べながら、伊勢の現場へ向かいたいと思います。開けてみようか。このなんか、麻婆豆腐が入ってるわけですね。これ、ちょっと、どういうことか。麻婆豆腐まん、これは麻婆まんだったかな。なんかそんな感じで、はい、食べてみます。はい、滋賀の、応援チームのおかげでですね、ここが刻めてですね、立ちましたね。立ちましたというか、はめられましたね。これから今から、タルキを売ってもらう形になります。外はなんか塗装屋さんが、来てもらってるようです。こちらも、屋根もいつの間にか収まってるな。はい、現場の作業の方もですね、カオスな状態なんですけどもね、この出来上がってきた、形もね、かなりね、これカオスという感じですね。こういう、これね、親分たちが作ってくれたわけですね。助かりました。なんかね、ここへね、足場をして自転車で走り回ったらどうかとかなんか思ったりもするんですけど、そんなわけにはいきませんので、ここの脚立から降りてきて、で上を見上げるとこういう感じですね。ぐる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 、目が回る。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。大活躍でございます。無駄に時間かかってしまってちょっとへこんでます。私伊達にいながら十二角形や六角形と半年間戦ってないので1本目でちょっとハマったな。おかげさまで中庭の下地はねできまして、この辺のトイレ周りとかもね頑張ってますしね。マジっすか。はい、マジっすかで、階段の段板がですね、化粧板が運び込まれてきました。マジっすか。パシリですか。パシリです。パソが出てきたようだ。はい、アウトソーシングの時代というわけでもないんですけれども、滋賀の宮内ちゃんのところへですね、窓枠とかそんなのまたちょっと甘えさせてもらって、うちにある材料をですね、ちょっと一旦持って帰ってもらって、来週週明けに、また作ってきて、持ってきてもらうということになりました。本当に助かっております。お月さんがね、火星とね、だいぶ距離が、右隅の方にね、画面で見えるかどうか分かっていますけど、右隅の方にいるのが火星ですね。下にある星は何かな。サソイザ、アンタレスってこともないな。サソイザはこの季節にはほとんど見えないはずなんで、ちょっと、月が上がりすぎて何が星座かよく分かりませんですけれども、はい。そんな感じで、すごい冷えてきましたね。ちょっと上着を現場に忘れてきて、今半袖で動いてますけれどもね、ちょっとかなり寒い感じなので、ちょっとね、建物の中へ行きたいと思います。はい、どうもありがとうございました。